つなぎの言葉、接続詞も何もないのに、一つの文の中に、S-V なんちゃら、S-V なんちゃらという二つも含めることはできません。それはできないですね。できません。なんかサムネイルみたいになってますからね。多いですよね。ダメ。 はいみなさんこんにちは実践系英語 YouTuber の賀金社長ですそれでは今回はこの問題を見ていきましょうまず一つ目ウィーケンドですね週末という意味になります week は週、end は終わりということですから週の終わりだから週末ですよね。じゃあここで一つ質問です。平日というのは英語で何て言うでしょうかこれは weekday って言うんですね。weekday で平日という意味になりますので一緒に覚えておきましょう。次にパースに行きましょう。パースは通過するという意味もありますけどもこの場合は 試験なんかに合格するという意味なんですね反対語は失敗する fail って言います fail the exams これで試験に落ちるという意味になるんですね fail the exams しないように皆さん頑張って pass the exams しましょう最後に exam ですこれは examination の短縮形なんですね examination は試験という意味です ですので、それの短縮形 EXAM というのも試験という意味になります。動詞形は EXAMIN というんですね。EXAMIN で試験をするという意味になります。それに ER がついたら EXAMINER。それは試験官という意味になるんですね。EXAMIN は E で終わってますからまあ R だけがつく形になりますが EXAMINER。これで試験官という意味になります。そして英語ではですね、動詞に E. E. がついたら、何々する人ではなくて、何々される人という意味になるんですね。ですので、イグザミンに E. E.。ちょっと E. で終わってるからい、E. が一つだけつくことになりますけれども。イグザミンに。は。試験をされる人。つまり。皆さんのように、t o の受験生って言いますけれども。受験生というのはイグザミンにって言うんですね。 はいそれではこの問題を京都スタジオから京都一ち分かりやすく丁寧に解説するコーナーです、ね、はい、じゃあ見ていきましょうボブ・スタディ e d とこう来ていますが英語では基本的に SV 残り物とこう来ますこれも典型的な形でボブという名詞が主語「スタディ e d という動詞がもちろん動詞とこんなふうになってるんですねはい 英語では一番最初に出てきた名詞が基本的には主語でそしてその後ろに動詞が続いているはずですからこの場合ボブという名詞で勉強したという動詞があるからこれ SV と考えられますとで次このハードは一生懸命という意味で難しいという形容詞ではなくてこれ副詞ですちょっと副詞の記号に入れさせてください一生懸命勉強したんですよねはいそしてオールウィーケンドというのは すべての「週末」というのは直訳ですけどもそこから「週末の間ずっと」っていう感じになります、はい、じゃあこれちょっと一塊にしましょう「週末の間ずっと」というのはこれも「勉強した」という動詞にかかってますよねだからこれも同じく「副詞の括弧に入れさせてくださいちょっと改括を副詞の記号とさせてくださいねはいこれで青い部分完了しました次ちょっと目を右に移してください そしたらここに非ってあるでしょう。これ主語ですよね。非非ず非むの一番最初のものだからこれ主格って言って主語ですね。でちょっと助動詞ついてますけどもちょっと助動詞も含めても V としちゃいましょうか。Pass 助動詞プラス動詞の原形。これ V とさせてください。はい合格する彼の試験に。 2とか「お」は目的語っていうものですからこれちょっと目的語と書かせてくださいはいうううこういう S v が来ました、はい、そしていつの試験かっていうとは月曜の試験でしょうねこれは月曜のというのは試験にかかってますからちょっと形容詞の記号を使わせてくださいちょっととんがり括弧は全体で形容詞の塊という記号にさせてください はい、で前置詞説名詞は基本的に縮小語なので、括弧に入れていくと文が見やすくなりますね。縮小語をこう外すイメージね。温まねも縮小語です。名詞を縮小しているから形容詞の働きをする塊ということになります。はい、じゃあ月曜日の彼の試験に合格するというこう赤い部分の SVO と縮小がこうできました。はい、じゃあここでなんですけども、英語では一つの文の中に SV が2つも含まれることいいうのはそんんななにないんですねどうやったら1つの文の中に SVSV という2つの SV を含めることができるかというとつなぎの言葉があるからですつまりこれはクーラントザットで接続詞と呼ばれるつなぎの言葉があるからこんな青い SV と赤い SV2 つの SV が1つの文の中に含まれているんですね。 つなぎの言葉、接続詞も何もないのに1つの文の中に S v な SV なんちゃら SV なんちゃらという2つも含めることはできませんそれはできないですねできませんなんかサムネイルみたいになってますけどね多いですよねダメ、はい、まあできませんはい接続詞があるからこそ青い SV 点というのと赤い SV 点というのがこうできるわけです入れられるわけです1つの文の中にねはいそれを覚えておいてくださいそして、 「このクーランザット」から最後の「マンデー」までもこれもですね「スタディード」にかかっているから全体でこれも副詞のカギカッコに入れておきますね副詞を表す記号を使わせてくださいはい。ということでここ何を入れたら接続詞になるのかというのが問題です。 で結論から言うとこの「そうざっと」っていうのがね答えになるんですけども「そうざっと何々で」で2単語で1つの接続詞みたいに機能するんですね。で意味はどういう意味かというと何々するようにというう目的を表しますするようにとか、まあ、できるようにっていう意味なんですけどそういう目的を表す塊を作ります。この場合 試験、月曜日の試験に彼が合格することが目的ですよね。合格するように勉強したんでしょう。ね。だからこれ、ちょうど合ってますよね。で、このそうだとは、目的を表す場合、後ろに、ここの位置ですね。ここの位置に、Will とか、Can とか、May という助動詞が使われます。 でこの場合はここが「studied」という過去形だったので「would」になって合わされている過去形になっているだけなんですねもしここが現在形であれば「will」とか「can」とか「may」という現在形が使われていますでもし過去形であれば「would」とか「could」とか、ね「my」とねちょっと書いときましょうか それぞれの過去形ですよね。will の過去形 would、can の過去形 could、may の過去形 my というふうに、前の時間に合わせて過去形にしたり、現在形にしたりしますよということです。はい、これで彼が月曜日の試験に合格するように勉強した、こうなるんですね。はい、ということでちょっと今日のポイントは、そう that 主語足す will can may 足す動詞というふうになっているパターンをちょっと覚えておいてください。 はい、でこれ接続詞がついてる方の SV はメインじゃない方の SV なのでちょっとねこうダッシュつけときましょうか。はい、メインの動詞は青い方です赤い方の考え方としては SV から前を見て直前に接続詞がついてる方がメインじゃない方です。 このボブ・スタディードの前には接続詞ついてないですよねこっちはだからメインの SV ということになりますこっち赤い SV の前を見たら接続詞がこうついてますよねだからこれメインじゃない方なんですね、はい、ということで皆さん長文読解とかされる時も SV がなんかいっぱい一つの文の中に出てきたら SV から前を見てあ接続詞密形っ,ってなったらそこからカッコを始めて文が終わったらカッコ閉じといてくださいこれ一塊になります、はい、まとめると前置したす名詞も一塊だからカッコに入れる 接続詞プラス文も一塊だからカッコに入れるという作業をしていただくと長文読解にも役立つと思いますので明日から早速使ってみてくださいはいそれでは楽しい楽しい音読暗記のコーナーに入っていきましょう切れ目をちょっと入れておくと Bob studied hard all weekend ちょっとこうで切りましょうかちょっと長いですね接続詞プラス文が来るので。 で、so that he would pass his exams ちょっとこれ小さく切れて On Monday こんな感じですかね。前から前から解釈していくと一読即解につながりますからちょっと言っておくとこの順番で皆さん理解できてるかどうか確認してください。ボブは勉強した一生懸命週末の間ずっとで、so that 目的で来る目的 He would pass his exams 試験に合格するように On Monday 月曜のっていうそんな順番ね。ボブは一生懸命週末の間勉強したで 月曜試験に合格するためにまあそんな順番でもいいんですけど、まあ、とにかくこう前から前から読んで理解できるようになれば一読即解つまり一回読んだだけで即理解できるようになりますし一聴即解ですよね一回聞いただけですぐに理解できるようになりますのでその意識を持って音読練習しましょう。ははいそれではスタート bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on monday. bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on monday. bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on monday. bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on monday. Bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on Monday. Bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on Monday. Bob studied hard all weekend so that he would pass his exams on Monday.

そしてコメント欄にコメントもいただければ非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。See you in the next video!